ほら始まったぞ。始まったのかい。おはようございます。おはようございます。あポンタポンタポンタ、それなんだっけ。ポンタ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 、あ、そんな歌だったっけ。いや、わかんないけど、あれなんだっけそれ、あれそんな、なんだっけ、ポンタだったっけ。あ、ポンタだわ。あの100円ローソンで流れるわけがわかんない歌でしょ。あの、女の子が歌ってるやつ。はい、リクテンです。はい、ネルです。ということで、11月の13日土曜日で、おま土曜日で、おま今日はね、今アコさんは自分の部屋、ミキはワクチン2回目、ワクチン打ってね、ワクチン打ってね、打つ、打たなきゃいけないような場面が来たんだら打つけどさ、別に義務じゃないからいいかなってね。それにまだ元気だし、元気100倍アンパンマン、だってかかってないよね。まあね、上でかかってないからな。まあそんなことはさておき、ちょっと我々も朝方ちょっと大事件が、事件が、いい方面に大事件がネルさんが欲しいと言ってた、あ、エアポッツね、ね、エアポッツ欲しいって話になって、プロ買おうってなったらね、ちょっと結局プロは買えなかったんだけど、在庫切れですよ、在庫切れで。まあ、ちょっと最初の方にね、あのアップルの方から買おうと思ったらまあ無理ということでそう、あのあれがしたかったんだよね、あの分割とかできるかなと思ったら残念ながらできず、じゃあいっそなら au だし au で買ってみるかって言ったらね、まさかの買い方でログインをしてみたらポイントの残高がポンタで25,000円も、25,000円分のポンタポイントが貯まってたってことを知り、あれ知ってたの？いや全く今回のログインでしたの、うん、あれ25,000円も貯まってんじゃんって気持ちが悪いぞってなって、そこでね逆にあっちの方買ったんだよね、第三世代の玉じゃない方だけど、でも第三世代になってなんだっけな、防水とかがついたとかつってたような気がする、確か。ちょっと調べてみようかな。エアエアポッツ第三世代、今回第三世代23,000円ぐらいだったんだよね確かね。うん、それ買ってみたらなんとまさかの全額ポイントで買うっていう、今まで逆に良かったね、使わなくて気づかなくて。とね、第二世代との違いがねあった。空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキングっていうのがあるんだって第三世代に。わからないな。でもう一個がね、汗とか水とかに耐性があるってよ第三世代は。逆に第二世代は汗かいただけでぶっ壊れたのが。きついな。あとは充電関係が地味に増えたのと、あと1時間分再生時間が伸びた。5時間だったのが6時間になったんだってよ、それだけ。でもね逆にね、あのプロの方だと4時間と30分なんだよ。 4.5 時間分しか再生できない。実はプロ以外、プロが一番あの長くは聞けないっていうのと、あともう一個にね、 AirPods Max っていうね、明らかにヘッドホン、明らかのヘッドホンがあってね、6万7000円するから、これがね20時間だって。1回の充電がどれぐらいかかるんだろうな、といったところでですね、調べて思ったけど、 AirPods のあのプロじゃない、プロは3万ぐらいかかるけどこのやつは結構安いんだなっていうね、2万3000円とか、最大30時間の再生時間、充電ケースを使用した場合って書いてある。
ヘイシリーが使える。ハルトゥエコン。おっす、来たな。まあ出なくてもね。うん。内向きのマイクがついてると。へえ。あ、ちゃんとプロと一緒だ。1回、2回、3回押しのあれがあるんだ。高さとか幅とかも結構違うんだな。まあ、ということでございまして、ネルさんは、無事にエアポッツを買うことができました。ですがね、第3世代がどういうものか。来た。来た。向こう行ったら、俺遠いや。今、それ大丈夫か。ご挨拶。はい、どうも。牛丼の特盛り。特盛り一丁。カブさんで。お茶あるから、そこで食べちゃうか。まあ、ということで今回土曜日ね、あんまりフォース取れないからどうしようかなと思ったら、あのネルさん来て、あのとりあえずフォースのレベル上げを終えて20レベルになりましたね。ということでこの後は我々の B4B かな。ニックできんのかな。ちょっとやれるならまた4人でアクト3をいっそクリアしたいな。ここまで変更したから、あ、おらんま順番を変えた。俺結局金祭りだ。なんか一人ぐらい金いいかなと思ってね。俺ね、一つ考えたの、回復もそうなんだけど、アイテムをいっぱい出せるようにしようかなと思ってさ。あるね。そう、あれをね、詰め込んだデッキをちょっと取ろうかな。そうだな。なんか変いろいろ出てくれた方が。武器もそうなんだけど、一番は武器がいいんだろうけど。サポート、オフェンス、あとクイック、まあそういう系だよね。を増やすべきを知る。俺はひたすら金だよ。その後は全部回復。何も考えたくないから金だ金だ、だからな。とね、バックオブラッド B4B ね。この前さ、あれ見たんだよ。スタンページ行きたい。B4B のあっちの方、ちょっとエディション系の、そうそう。てか今 B4B 賛否になっちゃってんだね。僕はちょっとあれかね。あとスワームが結構評判悪いから。スワームは確かに評判悪いわ。気持ちはわかる。ただ本当にこのゲームはもうマジソロでやるにはちょっと面白くはない。野良入れるのも辛いし結構。デッキ確認のためにソロで。でね、あとね、こういう人もいたんだよね。バックオブラッドの、シーズンパスだね、まあ、今後のやつが追加されますよってやつに対しての10月の31日にコメントがね、え、詐欺、何も変わらないんだけどって書いてある。予約とか戦後購入とか何も書かれてないのに金だけ払わされて、スチーム再起動しても何もゲーム変更しないし、どれだけ調べてもバックオブラッドの、パスについて体験情報何もないって方。パスはこれからの話だよ。この人は頭悪いのかと思ってね。でね、5人がこのレビューを面白いって投稿した。何言ってんだこいつって。シーズンパスって知ってんのかな、意味。ね、パスってことはいわゆる今後のやつが手に入るよっていうことなのに、すごいよね。自分でちょっとさらけ出しちゃってさ。発売してからそんなすぐに。だから俺このレビュー参考になりましたかね。いい家にしといたわ。うん、家と、あ、面白いにしとこうかな。何言ってんだもの人ってことでね。シーズンパスはね、12月から、うん、まあ特にはシーズンパスの言う、あれが始まるのは来年からだからね。面白いじゃんってさ、笑えるっていうスタンプ。ね、何言ってんだこいつとかスタンプ欲しい。で基本的にやっぱ思うけど、このゲームはそうだね、本当に、今のアップデートの状況を考えると結構あまり評価は良くない面もあるかもしれないけど、普通にやってる分にはみんなでやる分には面白い。だから L4D をもともと結構楽しく遊んでた人からしたら相当面白いよね。そうね、いや、いいかな。気持ち悪くなっちゃうかもしれない。さっき俺スタ丼食ったからさ。
後半分量間違えて米だけになっちゃった。ずっとたくあんと一緒に食ってたよ。あとあれだな、あれが欲しいな、やっぱゼロ、ウィッシュリストみたいな。自分ゼロね、普通の方で買おうかなと思ったんだけどさ、あれあれあんじゃん、なんだっけ、忘れたわ。あ、寄せてエイジションね、エイジションがね、まさかの7480円っていうね、後で食うやつな。でもさ、基本的にハコさん前さ、俺にさ Wii U 版買ってくれたじゃん、うん、あれはクリアしたんだよ実際。その時も結構面白くてさ、で Steam 版に出ますぜっつって、よっしゃじゃあやってみるかと思ったら、なんかね、評価がね実はちょっと悪くてね、あのゲーム性とかじゃなくて、実際にあのあれらしいね、あの FPS を60にしないと自分のキャラクターも敵のキャラクターも倍速になるっていう。すごい。そうで、あと基本的にコントローラーだね、やるならね。キーボードマウスでの操作は良くない。でもともとさ、俺思うんだけどさ、三人称視点のゲームはコントローラーでやるべきじゃない、思うの。三人称視点ってさ、いわゆるラジコン操作みたいなもんじゃん。そうね、そいつを動かすっていう感覚に見えるから、目線だとかだとさ、まあ必要ないじゃん。そこなんだよね。三人称も無理できない。バイオハザードなんて絶対無理だもん。ファイブ超頑張って。ファイブはコントローラーじゃん、絶対コントローラーだわ。でも確かにキーボードマウスの方がヘッド楽。うん、あ、カード出んのかこれ。光栄のゲームはない、ほとんどない気がする。あれし、あれし、なるほどね。いやでも欲しいんだけどさ、竹っていうね、7480円でしょ。で今いらないもんめっちゃ売ってなんとか金にしてるけど、いや今日はいろんなことがもうすでにあったな。今日はまず大前提、 AirPods の第三世代をポイントで買うっていう異名と、で久々にね、我々昔よく出前館か何かで頼んでたスタ丼が実は近場でまた復活して出前頼めるようになったっていう。今のスタ丼屋って基本的に結構デリバリーが多いんだね。そうね、あのあれデリバリーとかもう、お店で食べれないっていう、最近結構あるけど、お店の前に自販機を置いて、はいはいはい、そこで買うっていうのが増えて、チケット制みたいな。ああ違う、商品が出てくる、自販機あんじゃん。え、そうなの。あれをお店の前に置いて、パン屋さんとか中でお客さん入れると混んじゃうっていうのがあって、だから自販機でしか売ってないやつとか。へえ、面白い。パンケーキじゃない、シフォンケーキとかそういうのを自販機で売ってたり、あとは他のお店だったら焼肉じゃないか、なんだっけな、そうラーメンとか見たの俺一回。そういうのをそういうのいいよね。でもやっぱ最近コロナの影響だな、こうやってなんかちょっといろいろ変わってきたというか、なんというか、まあいいんだけどね、面白いから。そして実はこの前プレス5が1周年を超えたそうです。ちょっと何言ってるか分かんないな、怖いな、怖いわ、正直嫌だわ。でも買う気にならないんだわ。買う気にならないね。なんか板投資はなんか欲しいなとは思う。今だったらもうまだいいかなっていうのが若干強いね。そうなんだよね。プレステ5でしかできないゲームが薄すぎる。俺でもね、プレステ5でしかできないゲームやりたいゲームいっぱいあるんだよ。でもいいかなってなっちゃうな。エターナルズ。あるね、あるね、宇宙みたいなやつでしょ。宇宙という感じで、ね、しょうがないんだよね。今できないのがすごい楽しい。だからでも結局それだけなんだよ。まださ、
バイオハザードのビレッジとかさ5でしかできないやつだったら買ってたんだ、うん、普通に4でできちゃった。あと普通に言っちゃえばスチームでできちゃうかな俺らの場合。こうなるとスチームでいいかってなっちゃって、俺今プレステ4起動してるのその時にボイチャーだけだよ。そうだよ俺もそうだよ。あと俺起動してるのっつったらレッドイットダイヤの時ぐらいしか起動してるんだけど、レッドイットダイヤも箱でゲットできちゃったから。そのさ、いつかさ近いうちにさエイペックスもさデータがなんかクロスなんちゃらできるようになるみたいな。まだだけど確かそのプレステ4のデータをスチームとみたいなやつ、あれができるようになったら下手したら俺パソコンの方に移行するかもしれない。これはもうだってやらないんだもんプレステ4で。新しいシーズンに入って俺一度もやってないからね。だからバトルパス買ってないから未だにエーペックスコイン残ってる1900ぐらい。なんか新しいマップ来たのはさいいんだけどさ、素直に飽きた。エーペックス自体に飽きちゃった。だってやるメンツがいないから。それやるぐらいだったらって言って今バックオブラッドやっちゃってるし。そうね、バックオブラッドが面白すぎるんだよ。バックオブラッドね、俺あと5000キルが LMG とハンドだけだ。俺もあれがなんか分かりづらくなったから、ちょっと今そこら辺いいやんって話して。まあ、そうね。やっぱあれが治ったらなんかいいかなって。それよりは俺がどちらかというと、あれやるから、物資。物資ポイント集めたい。ああ、物資ポイントは今、ベテランでやるのが一番いいと思うけど、AI が良くなったから、野良に入れるのが本当にゴミになった。そうね。AI が本当に良くなった。前に来るでしょ。でも前に来るけど、でもね、結構な確率でしゃがんでくれるからいいんだよ。あとちなみにさ、この前ネルソンと夜やってたの、ドラ入れてやろうみたいな感じで、そしたらね、1のあれは3かな。で、2回死んで終わったので、ネルソンともう2人でやるか、2人でやったよいしょ、アクト1全部でしょ。結局意思疎通のできないやつは入れちゃいけない。良かったんだけど、もう一人がね、本当にね、弾全部持ってくわれで。俺もこんなこと言ってたあれだけど、もう一人もね、地雷と離れる人がいるんですよ。でも逃げるの上手かった、ね、逃げるの上手かったけど、超離れるチームワークがなってない。そう、いやマジでね、だからね、本当に思うけどね、こういうゲームね、最初からなんでソロキャンペーンよしにしなかったのかっていう。別にね、12月になったら確かに治るっていうのはあったけど、それにしたってよ。そうなんだよ。いやーだってもう意思疎通ができないってなるとね。あとまあマジで平気で俺とかの母さんとかの場合だとさ、日本人以外も来るじゃない。そうね、俺前後のがっつり中国人入ってきて、もう読めないハングル文字みたいなやつ、あの人が来た時は確かにうまいっていうか、まあ普通ぐらいだったんだけど、めちゃめちゃスッと走るのよ。スピードランするし、うん、だともう一人が度がつくほどの初心者だったっていう。まあしょうがないって言えばしょうがないのかなと思って。アクト1の1の4、船のところ、うん、あそこクリアして速攻抜けた。でも船のところだってもう全員死んだろうと思ったところなんとかできた。きつかった普通に。バックオブラッドは多分本当今はもうアルファベータみたいな、アルファかベータみたいなもんでしょ。うん、もう今後だってほらまだカード増えるし、物資のあれも増えるって言ってるから。そうね、今後ですよ、楽しみなのは。これはもうちょいで今のゲットできる物資が、うん、全部集まる。まあ全部集まるっちゃ集まるけど、まあ、まだもうちょっと時間はかかるね。まあ、早くカーリーの絵が欲しい、縦バナー、まあ、ということでね、はい、今回はこんな感じでございまして、まあ今日一日だけでも結構いろんなことがありました。ということで、この後はもう我々はもうバックオブラッドしますね。そうですね、ニックいるかな、いてくれると助かるな。ただニック大きい、起きてるかな。
4人でやると随分楽だからさ。まあじゃあまた来週は、来週何になるかな、来週は何の投稿になるかな、わかんないな。来週もみんな来れたら来る？てかポス取らないといけないんだよな。来週ワクチン3回目だわって言って来なかったらもう笑ってやろうということで、また来週さよなら。